どうもこんばんは <laughs> めっちゃ前髪を気にする人 <laughs> はいえー、っと 皆さんこんにちはこんばんははいちょっと AKB48 チームメート愛媛県代表チーム4.2ーーの高岡薫ですよろしくお願いしますちょっと一緒よ <laughs> また席を外してるよいしょちょっと髪の毛がねついちゃってるのでちょっとだけ取りましたはい これオッケー。申し訳ないの。よいしょ。はい、こんばんは。はい、ということでね、今日もショールームをやっていきますよ。 これはお風呂上がりじゃないんですよ。こういう髪型のセットなんです。みんな覚えたかね。<laughs> はい。こういうなんなんだろうね。そうシスルっぽくタバタバにするのってあるんですよ。皆さんこれを機に覚えましょう。はい。はい。ということでね。 あの今日で11月が終わりなんですけどね私はね先ほどマイ・ファザーからこんなものをいただきましたこんなものをいただきました <laughs> ガサガサってめっちゃガサガサよいしょこんなものをいただきましたね<ー>一つずつ紹介していこうまずはこちらですね こちら、ハッピーバースデー AKB48 チームメイト。こちらね、高橋紗也加ちゃんのボールペンです。そして、こちら、AKB48 チームメイト生誕記念タペストリー2021年11月度。えこれね、高橋紗也加ちゃんのタペストリーでございます。そしてねこちら ATB48 チームメイト生誕記念缶バッジ2021年11月度、高橋彩加ちゃんの缶バッジでございます。そしてね、こちら ATB48 チームメイト生誕記念マフラータオル2021年11月度、高橋彩加ちゃんのでございます。そしてね、こちら。 AKB48 チームメイト生誕記念 T シャツ生写真セット2021年11月度高橋彩やちゃんのものでございますはいさやちゃんのセットをもらいました20歳努力を惜しまない落ち着いた女性にあなた随分あなたはもうの落ち着いてると思いますよは <laughs> はいということでさやちゃんセットいただきましたそしてこちらも いただきましたね AKB48 チームエイト生誕記念 T シャツの生写真セット2021年11月度岡部凛ちゃんのねヌル様の T シャツもいただきました超かっこいいヌル様のそして 自分じゃない誰かとして過ごす時間が長かった1年ですがこれからの1年は自分磨きにより力を入れたいと思っていますみんなと過ごす時間も増やしたいなはいといっててりんりんのね生まざしんきの生誕ティいもいただきましたお父ちゃんからありがとうそう今年ねぬる様なんだねそう今年リりんりんのさ セータンティーのデザインってどんなのかが分からなかったんだけどこれはかっこいいヌル様来ますはいということで今日お父さんからこれもらったあとねみんなまあ多分ね気づいてて言ってないだけなんだろうけど前髪切りましたいや私がさえちゃん推しですお父さんはね私推しです知らんけど <laughs> 私はね、この風が強いんだよねなんか今日聞こえてるかどうかわかんないけど私はこちらのねチームメイトさやか高橋のボールペン使っていきたいと思います一応私の分もあるんだけどね私は一応なんかもうサンプルとしてもらってるんでそう私は生写真ついてないの、ね、確かそう自分の生写真はそんなにいらん <laughs> 自分の生自身はいらんあの私のはねもう私もらってるからいいんですよそうそんなにいらないまあね私はもう T シャツねすでに持ってるのでそう娘のは OK ですでもいっぱい買ってたでもいい私は T シャツとタオル以外ね何もいらんそうその T シャツ とタオルいりません私はは <laughs> はそうということでね定点切着ていきたいと思いますたくさんはいということでね今日はですねちょっとじゃあ一旦これを置いて今日はねあの さっき前髪切ったって話したじゃんそう美容院行ったんですけどあ全然誰もね前髪のこと触れてくれてなくないねえみんな <laughs> <laughs> まあでも、ね、分かると思うんですけどねあの切ったんですけどその時にまあね取り つまり前髪を切ったっていうことは外に出たっていうことなんですけど今日はねその時に見かけたものをご紹介しますあのさくらちゃんとサンリオコラボのグッズはランダムのは買えなかったんだけどガチャは聞きました黒みでした <laughs> 私ね黒みとマイメロがよく当たるんですよで今回も黒みでねめっちゃ可愛いはい黒みが当たりました で次さくらちゃんじゃないけど開封動画を1個開封動画じゃない開封を1個したいと思いますこちらですハンターハンターデ,クスデ,デスクトップハンターというものを開けたいと思います はい「ハンターハンター」のグッズこれマジたまたま見つけてなんかそう何て言うんだろう単なるフィギュアじゃなくってなんか物を置けるフィギュアみたいなっていうのがねなんかめっちゃ良かったんで良さげだったんで買ったんですよ残りラス残り2つだったで1個買いましたでこちらねあの全、ー 6種類です対象年齢は15歳以上で1番がペンスタンドですねゴンです2番がクリップホルダーのキルアですあもうねあのねほんとねピント合わないんで3番がスタンプスタンドのクラピカです4番がスマートフォンスタンドのレオリオです5番がカードスタンドのヒソカです 6番がアククセサリースタンドのクロロですまあこの中でどれが欲しいですかって言われると、まあ、ペンスタンドのゴムもいいんだけどね私はあのねクラピカのさスタンプスタンドが一番欲しいハンコをよくなくすからさでもこれはねぶっちゃけどれが当ただまあクロロのアクセサリースタンドになると私アクセサリースタンドいっぱい持ってるからちょっとなって思うんですよそれだけあれなんですけど。 じゃあ投票しましょうあのちょっと長すぎてあれだったと思う1番がペンスタンド2番がクリップホルダー3番がスタンプスタンド4番スマートフォンスタンド5番がカードスタンド6番がアクセサリースタンドどれが当たると思うか投票してみてください。 1>, 1番がゴンのペンスタンド2番がキルアのクリップホルダー3番がクラピカのスタンプスタンド4番がレオリオのスマートフォンスタンド5番がヒソかのカードスタンド6番がクロ,のクロロのアクセサリースタンドです私どれかなでも私多分なんかね大体こういう時って私ヒソかかクロロかキルアなんだよ分かんないけどうんなんとなくねでもそうなんかあの やっぱね。クラピカのが一番欲しいんだね。マジでハンコ無くすからさそう。 ちなみに好きなキャラは1番の「ゴン」なんですけどはいまあちょっとねいっぱいあるからさあの全然詳細が分からんっていう人はほんと申し訳ないんですけど1番2番3番がこんな感じで4番5番6番がこんな感じですはい。 料理を当たってくださいえー、どうしようレオリオのスマホスタンドもいいからちょっとあげられないわごめんな <laughs>、うん、バッサリでも私こういう時って大体自分の好きなキャラ当たらないんですよねじゃあちょっと先にあのテープだけ剥がしとくわ剥がせるかな 1>, 1が出てるんちゃん喜ぶ顔が見たいあ優しいどうなんだろうねこれでゴン出たらハッピーだけどねそれじゃああとじゃあ10秒で終わりますよ10987654321終了ですそれじゃあ閉じます終了4番の「 レオリオリが一番多いその次がクロロのアクセサリースタンドでクラピカのスタンプスタンドヒソカのカードスタンドキルワのクリポルダゴンが一番少ないみんな分かってるね私の推しがなかなか出ないっていうこと <laughs> よく分かっておりますえー、うーんでも私大体こういう時でヒソカが出るんだよね分かんないよじゃあ開けますね えーっとまだ見えてない袋ですねそれじゃあいきます321あえみんなみんなの勝利マジでハハハ待って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 ,待ってえすごハサミがない今日 今日もハサミがない。えー、っと、もう無理やり開けます。はっダメか。さっき、レオリ推しの方いたね。ごめんなさい。ちょっとやっぱ開けられません。私が使います。あーし。あ。いや、これは、開いたわ。ハサミはないけど、開けられました。はーい。えー、っ と,ということでね皆さんの予想が当たりましたレオリオハンでしたちょっと待ってこっちは開いたけどこっちが開かないちょっとめっちゃ強行突破あ入れ入れ入れっいけたいけたいいけたヤホーレオリオさんえめっちゃいいすごーいえクオリティ高っえっしかもこの携帯もあるやん正式名称が私まだに覚えられないんだけどなんだっけ調べよう えマジでさ間違えたいろいろ間違えたかもえー、っとなビートルなんとか型だったよねなんだったっけあビートル07型だそう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 ビートル07型のあれを耳に当ててるレオリオさんです めっちゃめっちゃいいこれクオリティ高うわ嬉しい <laughs> めっちゃ嬉しいんだけど <laughs> これねビートル07型のそう私これさマジスマートフォンケース欲しかったんですよただそのここに刺しますりオリオさんを座らせますああよいしょ ちょっとぎちギチ言ってると不安になるわよしよしよしはいこちら完成しましたレオリオさんのレオリオさんのねスマホスタンドでございますじゃんじゃーんめっちゃクオリティ高いすごいもん超綺麗だもんだってこれ すごいみんなの予想が当たるってすごいねうれしいでもめっちゃあと1個誰だったんだろうそれが一番気になるわはいということでレオリオさんでしたもうねレオリオもさ私より年下になっちゃったんだよね信じられんわほんま私信じられんもんまあねこちらのゴンの私のもとにゴンの仲間入りですレオリオさんです こんにちはゴンの方がねもう何十十何倍でかいんだ4倍ぐらいでかいですけど <laughs> 並べるもんじゃないけどねそう並べるもんじゃありません <laughs> ゴンが相当でかいえでもそう本当にさそのビートル07型のさスマホケース欲しかったんだよでもさもう あの昔のやつだったらあの入ったんですけど今使ってるやつには入らないんだよねでもそれでもちょっと欲しいぐらいもう予約終了してるんですけどえ本当にマジで欲しかったんよこのビートルゼロ7型のスマホケースがマジで欲しかったのただこれカメラ撮れなくねって今思ったんですけど <laughs> それはねちょっカメラだけ撮れなくねって思ったんですけどそうマジでさこのビートル07型のさあの本当にスマホケースは欲しかったんだよねそうでもちょっとねタイミング悪くて買えなかったんですよいやーこの再販してほしい再販してほしいマジで 携帯の名前あのー、私も調べました <laughs> ごめん私も調べましたでもビートルだったことは覚えてるそうあのだってカブトムシってビートルじゃんでも何型かは覚えてなかったそう私も調べました安心してください調べましたそうだいたいこれだけマジひそかかクロロだからさちょっとヒヤヒヤしました別に嫌いなわけじゃないんだけどねやっぱ私はゴンが好きなんで でも料理う嬉しいめっちゃえー、ビートル07型欲しい <laughs> うるせえ私えー、どっかで買えるかなでもまあ、あのこのバンダイんこのバンダイナムコバンダイナムコだっけ では予約終了してるんですよ、ね、そう予約受けすが2018年とかないよねめっちゃ前なんで分からんかったんやろなんで知らなかったんだろう私本当にでもこれ持ってる人いんのかなビートル07型プレミアムバンダイだったバンダイナムこではなかった あねめっちゃねいいんだよねここもね本当にねよっつって <laughs> 拍手そうマジでねもう使いづらさ抜群だとは思うんですけどマジで欲しいんだよね <laughs> そうなのよ <laughs> めっちゃ調べてるわオわーおやっぱなそんぐらいするよないやこれは高すぎ。 <laughs> あのちょっと別サイト見てましたちょっとこれはねダメだわタガスだわいや本当にねマジで欲しかったんだよねビートルズの方違うゼロ七方でもさ iPhone6 から iPhone8 なんだよねこれがねあんま対応してないっていうそうでも当時は私 iPhone6 だったからほんとねマジで欲しかったけどこれカメラ撮れねえそれだけがあれだわ <laughs> はいということでねこちら「ハンターハンターの」のあのデスクトップハンターレオリオさんが当たりましたありがとうございましたなんかまたさ私テンスなんですけどテンス対応して復活してくれないかな要望出してみよう <laughs> ハンターハンター見始めたのはうん覚えてないんだけど見始めた見始めたか漫画を読み始めたのは中1でもアニメ見始めたのは6歳5歳56歳,歳ぐらいかな私昔すごいグリードアイランド編アニメのグリードアイランド編が大好きだったんですよ そうそれがあれ中1だったっけ中,中3ぐらいかも漫画見始めたのは確かそうであの昔その6歳7歳ぐらいの時がすっごいあの「ハンターハンター」のグリードアイランド編が大好きだったんですアニメそうであのー で、私が中1になった時になんか新シリーズというかまあリメイクとして放送されていることを知りでそっからアニメちょっと見たんだっけでそれで中3ぐらいから漫画単行本買って読み始めましたそう喉渇いた。 一応ハンター「ハンターハンター」は新刊まで買ってるんだっけでも読めてはないんだよねまだそうでもハンター「ハンターハンター」はね本当に大好きですねそうずっと好き うん。自分何系だと思う。ええー。うん。消去法で。強化系。あの、密かのオーラ別の、あの、なんか。 性格ののタイプのやつあるじゃんなんかどれもさそんなに当て,はまない当てはまらないんだけどまあなんか「C って言うなら強化系じゃない私って分からんけどそうオーラ別性格診断のやつうーんそうなんですよ ハンターハンターの好きなオープニングはないのありますよ。もちろんあります。えっとね、オープニングでしょえー、おはようがめっちゃ好きで。あー。でも、プレイも好きなんだよね。あのー、グリーダーアイランド編の時のオープニングなんですけど。あとね、あれも好きなのよ。 一応調べるタイトル間違ってたら嫌だからってった「Believe in Tomorrow」もめっちゃ好きなのそうオープニングでもおは「おはよう」マジで好きなんですよでも「太陽は夜も輝く」も好き <laughs> はい好きですオープニングそうなのでも「おはよう」がマジで好きですね おはようと Believe in Tomorrow が特に好きかな。でも太陽は夜も輝くも好きなんですよね。でもやっぱおはようと Believe in Tomorrow が特に好きかなっていう感じです。好きなエンディングええー、エンディングか。あの、あの曲好きなの。名前が思い出せんのやけど。あのね。 風の歌だったっけ。も好きなんですけど。それじゃなくって、あれも好きなの。なんだったっけ。いいじゃん、なんとか。えー、っとね、うん、適当。あ、風の、あ。いいじゃん、ど、like、ういうフィル、ライカーフィル、もめっちゃ好きなんですよ。この二曲が特に好きかしらね。でも、もしもこの世界で君と僕が出会えなかったら、ん。 も好きなんですけどあでもジャスターウェイクも大好きなんだよなジャスターウェイクめっちゃ好きなんですよそう一応今ね見てるあージャストウェイク好きーうーんだからそうだねえー、迷うこの4曲ぐらいかな特に好きなのはでもジャストーウェイクがマジで好きなんだよなそう あっ、表裏一体いいよね。わかるよ。表裏一体もね、聞いてた。ね。あのリーズンも結構好きですね。なんかでもリーズンって結構映画の主題歌のイメージもある。あのポップコーンとかも好きなんだよな。でもやっぱ、もしもこの世界で君と僕が出会えなかったら好きなんですよ。それとね、あの、いいじゃん。いいじゃんも好きです。はい。 えおはようみんなに聞いてほしい。まじで。知っててハンターハンター見てなくても聞いてほしい。よ本当におはようが大好きだよ。大好きですおはようが。はいおはよう大好き。うーん好き。 私もリメイクね見てて一応全部ではないんですけど見てました <laughs> リメイク見てて見てましたじゃないそうなんですよでもそうジャストウェイクマジで好きですね本当にねマジで最初聞いて衝撃受けましたもんそう超好き「おはよう」はひらがな表記で「おはよう」です もうねだって私アラームにしてる毎朝のそうリーズン好きだなあーね爽やかあのさなんだっけ最初歌うじゃんリーズンいるよそばにいいから始まるやんであの 夢の続きを聞かせてよのあとに「ててててれててぼふふ」ってなるやんあそこめっちゃさあのイントロのさあそこ超なんか爽やかじゃないもうマジで好きなのあの曲もそううんでもやっぱゆうずさんはねあの一人で歌えないんだよね大変なの <laughs> <laughs> 息つ息が出来になるそうでどっ,ち歌えどっち歌えばいいんだみたいな音程もさ違うメロディーもさもうあたふたしちゃう <laughs> そうね 急に黙ってしまって申し訳ないですうんっていう感じかねちょっと耳がかゆくて申し訳ない <laughs> え、でもそう私はさなんだろうなんかリメイク版で思うのがめっちゃなんだろうな あの難しい言い方が難しい髪の毛サラサラ自分のあのなんかビスケの目の感じがめっちゃ好きなんですもう超かわいいあの旧の「ハンター×ハンター」のビスケをめっちゃ好きで私どっちかっていつそっちのビスケがすごい見慣れてるっていうところはあるんです正直でもただでもなんかそうじゃなくてもそのリメイクあのはん新しい本新しい本リメイクの 「ハンター」ハンターの方もめっちゃビスケ可愛くって特にそうキメラント編のビスケが大好きなのもう超可愛い本当に可愛くてマジでもう最高でしかもそのあの私リメイク版のさ「そのハンター」ハンターでそのビスケってあのなんかまあめっちゃ強いんですよ <laughs> めっちゃ強くてその主人公でもあるゴンと、まあ、キルアのなんか。 をまあ鍛えてたんですけどまあ終了をさせてたんですけどその時の BGM がめっちゃ好きなんですよもう本当に好きですはい。 あ,のそあとあれなのその「ハンターハンター」のリメイク版のさオープニングのあのー、あそこあのねオープニングあるじゃんずっと同じ曲だったオープニングあるじゃんディパーチャーのそれのあのえー、っとね「グリーダイランド編」っていうまあ何編ってあるんです「ハンターハンター」すごい長いんですけど「ま、ハンター試験編」「天空闘技帳編」今言えてなかったよねで「ゲー魚団編」「グリーダイランド編」「キメラント編」ってあって。 アニメはとりあえずあー待ってあああ待てとと編もあるんだでアニメはとりあえずここまでなんですけどそれのグリーダアイランド編のさめっちゃ好きなシーンがあんのそうあのね私ちょっとあのね歌詞で言うとね あの「ユーキャンスマイルアイデア」のさ英語始まるとかあるじゃんから「あのユーキャンフライアウェイ」のさ英語またあるじゃんそこのさあっちがどっちかってあでもここめっちゃ好きなんだよねそう「太陽あのユーキャンスマイルアイデア」「太陽浴びてユーキャンフライアウェイ」のグリードアイランド編がめっちゃ好きなの本当にあそこが大好きでもう何回見てもね <laughs> いいねってなるんですけどそう。 ふ <laughs> はいちょっとお腹がすきましたねあでもさあとあとあれなんだよあれ何編天空闘技場編とかだったよね確か。 あでもゲームの編もあったかなあのの時の,あのオープニングの映像で好きなところがあってあのそう最初にさ「サビくるじゃん流れ,流れ落ちる涙」っつってあの時にさゴンとキルワとクラピカとレオリオの順番で4人ずつそれぞれ出てくるじゃん <laughs> あれめっちゃ好きなのよそう マジでもうあれもね最高にねいいと思う本当にねちょっとね腕が痛いんですけどそうよいしょビスケってツインテールも可愛いしポニーテールも可愛いしあのお団子みたいな髪型めっちゃ可愛いしさほ本当にメラントエンのねビスケめっちゃ好きなの可愛くて本当にビスケットクルーガー調べよう。 でも本当にビスケ好きなのビスケマジで可愛い可愛い可愛い,い,いすごいビスケのあのあれがあるフィギュアめっちゃムキムキなやつちょっと欲しい <laughs> すごいこんなのあるやだか マジほんとさー特にキメラント編のビスケって本当にかわいい茶髪ビスケもかわいいけどこのこれ金髪黄色い髪金髪どっちだのビスケもマジでかわいいんだよなえ可かわいいビスケはい <laughs> えー、マジで ゴンとキルアどっちゴンが好きですね。でもキルアーも好きだよ。でも私はゴンが好き。あのなんそうキルアーも好きなんだけどね。でも私はあのハンターハンターの中であのなんだろう一番好きなキャラは誰ですかって聞かれたらゴンって答える。そう。 大体意外だねって言われるんですけどなんかよく「キルアは聞くけど「ゴン」はそんな聞かないやって私毎回言われますそうですかって思いながらそうですねそうですかって思いながらそうですね成長したゴンが振り向くところがなくキメラント編の成長したってあれですかキメラント編の時のなんこれしたらさ見て美白効果違う美肌効果あの成長したゴンってあれキメラント編の時のやつ あのそれのさリメイクされたやつのさまあリメイクっていうか木村ラと編はアニメ1個しかないんやけどあのそうあれさあのキルアがゴンって叫んだ後にゴンが振り向いてた時のさあの表情からの表裏一体でもう私涙ドバドバになっちゃうんだけど本当にあれずるいよね入り方うんわかる泣くよね <laughs> めっちゃわかるいやもうアニメで見てもそのなんかねあの表情もね本当にでも割とさゴンのグッズってちょっとその成長したゴンのグッズがちょっと多め多めは嘘かでもなんかちらほらあるんですよなんかちょっと複雑にはなります私はすごくそう そうなんかねすごい複雑にはなりますね <laughs> ちょっと複雑になる私ちなみに今のスマホケースはゴンです「ハンターハンター」面白そうだから見てみるねおありがとうございますぜひ見てくださいユニバコラボも決まったんでもしハマったらぜひユニバにも。 リメイクと旧作ではは声優陣は全員違いますそう全然違うでも私はどちらも好きですねそうまあでもなんかちょうどなんかそのあんまなんか声優さんがうんたらかんたらとかっていうのもあんま気にしなかった時期でもあったっていうのもあるんですけど私はもうだってやっぱ Q は旧の声優さんじゃないと合わないしその の方まあ、新しいほう、まあ、リメイクの方の声優さんはリメイクの方じゃないと絶対に合わないと思ってるのではいそうですねうんって思います私は。 基本的にでもあんまりリメイク作品って見ないのかなそうだねあんまりすごいたくさんは見ないんだよねリメイク作品どうしてもねそうでも「ハンター×ハンター」に関してはなんかそのリメイクとかそういうのもよくわからなかった時期っていうのもあるんですけどそうっていうのもあってねやっぱこのそうだなもう全然割と別物 別物っていう感じはあるんですよ。なんか全然作ってる会社も違いますしいやそれはそういうもんなんのかなちょっと私もそこら辺分からないんですけどなんか結構時代もさそんな,なんか割と違うんだよね雰囲気が絵の感じもそのまあグリーンアイランド編はちょっと別物なんですけどその旧版 旧作の方ってセル画だったしでリメイクされた方はデジタルだったっていうのもあって全然絵の雰囲気も違うんですねそううんいやーそうねーなんかどっちも好きだなって思うかな でも特に私は旧作の方見たらちょっとテンションがすごい上がるけどでもどっちも好きでやっぱ「おはよう」が好き <laughs> そう本当に「おはよう」が好きですね、うん、きっかけはねやっぱアニマックスなんですよねなんかたたたまま見た でもやっぱ好きになったきっかけやっぱグリーダーアイランド編かなマジでグリーダーアイランド編が大好きでその旧作の方のグリーダーアイランド編見てハ「ハンターハンター」好きになったかなと思ってやっぱゲイルダ編はねめっちゃ怖かったんですよその当時まだ5歳6歳ぐらいの私にしてはちょっと怖かったんですけど、うん、でもすごいハ「ハンターハンター」好きになった一つのきっかけはやっぱグリーダーアイランド編ですね私は。 作はオリジナルが多かったでもねそうオリジナルもね私結構好きなオリジナルですねって思うんだけどまあそれは本当人によると思うんですけど私は好きですねあーでもあの感じめっちゃ「おはよう」が本当にいいのもうぜひ映像と一緒に見てほしいぐらいなんだけどただ映像がねそのあの配信サイトとかには上がってないし DVD もそんなないから。 うん、映像と一緒に見てほしい本当に好きですはい「おはよう」またフルで聞くとまたね本当にもうよりなんか感動する。 なんだろうね「おはよう」ってさ何て言うんだろうほんなんかねこれはあ,あくまでも個人の感想なんですけどそのまあいわゆる曲の主人公の人がなんかそのどれだけ相手を大切に思ってるのかっていうのはすごいよくわかる歌詞だなって思うんですこれ個人の感想ですそう個人の感想なんですけどなんか本当にさもう何回聴いてもいいし。 イントロから最高なのよもう歌う <laughs> 普通に歌いそうでもうやばかったんだけどうんなんかね本当に朝に聞きたいです「おはよう」っていうのもあるんですけどそうそう本当にさ本当になんか その部分がめっちゃ好きななんですよなんか「好き」とか「愛してる」とかっていう言葉はそんなに使ってないんですよ確か。でもただそのまあ相手がそのまあ女性なのか男性なのか異性なのか同性なのかそれは私はちょっとわからないんですけどでもそれでもすごいその主人公が相手のことすっごい思ってるっていうのを大切にして。 大切な存在なんだなっていうのが本当によく分かるって個人の感想ですこれはなんかすごいビシビシ伝わってくるもう雨もうすごいの本当にうんおはようめっちゃ好き真顔になりました <laughs> はい 太陽は夜も輝くもマージで好きなのよね本当にさそう私あの芸魚団編が一番見れてなくて旧作の中でもめっちゃ怖いイメージしかなかったからなんかオープニングもなんか全体的にすごい暗いしみたいなそうなかなかさ56歳の時ってもうそういうことしか見ないからさあれなんだけど今聞くといやもう超いい曲みたいな。 あれもほんと原料大変によく合ってるんだよなぁええー、イントロイントロの始まりが好きなんマジそうっていう話でしたということでこちらのリオリオさんが当たりました <laughs> 話がすごい戻った はいということでじゃあ今日はねここら辺で終わりにしたいと思います。急にえー、っとキャトルさんハートたこやさんがレインボースターファンキーキャットさんが小判玉国さんがケーキはるにゃんさんかわいいファンキーキャットさんが小包みかなアルビンズランクさんハートカラスのかっこさんクラッカーはやちゃんさんクラッカーとレインボースターアくんは広島県民さんがハート100個玉国さんがハート100個はるにゃんさんがクラッカー ブティニャさんがクラッカー。ファンキーキャットさん、小包み飯田裕之さんがクラッカー、海海さんがバラ、ありがとうございます。十三位ファンキーキャットさん、十二位エイトウッドさん、十一位ロミツさん、十位海海さん。九位さゆきさん、八位夏目さん、七位飯田裕之さん、六位アルビンズランクさん、五位あっくん広島県民さん。四位ブティニャンさん、三位カラスのカワコさん、二位玉国さん、一位がはやちゃんさんでした。じゃあ最後に。 これは毎回言わせていただいてますが最後にこれだけは伝えさせてください。私はね、グリードアイランド編のドッジボールの時のゴンの,あのタオルを巻いた時のゴンがめっちゃ好きです。正直一番好きです。はい、ということで今日も見てくださってありがとうございました。また明日またね。ありがとうございました。またね。